日本医師会の中川会長は、保育士や教員などが濃厚接触者となった場合、最短6日間の待機期間を条件次第でさらに短縮するべきだと指摘しました。保育士や教員が濃厚接触者になったときには、ワクチン2回接種済みで無症状で検査陰性の場合は、待機期間のさらなる短縮を考えてはいかがでしょうか。中川会長は、感染の急増で保育所や子ども園などの全面休園が増え、子どもを預けている保護者が仕事に行けなくなると危機感を示しました。現在は医療従事者に限って濃厚接触者となっても毎日検査を受ければ業務を継続できますが、こうした措置を保育士や教員などにも広げるべきと提案しました。このほか、抗原検査キットが不足していることについて、一部で買い占めが起きているようだとし、まずは医療機関に優先的に供給してほしいと政府に求めました。